ここが銀行カードの皆さん、準備大皆さん、今回の動画では、カズアさんの韓国語がもう可愛すぎて、また切り抜きの動画で100万以上再生されながらバズってる動画がありますけど、それをまだ日本の方々は気づいてない方々が結構多いと思いまして、これ分かりやすく皆さんに説明したいと思いますし、なんでカズアさんが韓国でこんな人気があるか、そしてどこが可愛いのか、そしてカズアさんの韓国語の特徴に対してもちょっと話してみたいと思います。まず皆さん、カズアさんのバズったこの切り抜きの動画のオリジナルの動画はこのルセラピンコンパニーの2話にあるんですよ。まずこの動画自体は30万回くらい再生されている状況なんですけど、だからこそカズアさんの切り抜きの動画が100万以上再生されてるってことはどれだけすごいのか分かりますよね。じゃあまずこの動画を見た方も見てない方々もいらっしゃると思いますので、簡単に説明すると、この夏に何をしようかみたいな感じでプランを立ててる状況なんですよ。だからこの動画でメンバー同士話し合ったそのプランをなんかカズアさんが韓国語で書くんですよね。じゃあでは見てみますね。せーの、レッツゴー。じゃあまず書いてみましょうかって感じでカズアさんがこうやって言いましたね。それでバンジージャンプのことを書くんですよ、今から。バンジージャンプ。それでバンジージャンプをこうやってもう自信持って書くんですよね。バンジーまではもう完璧でした。でもジャンプのところが面白くなるんですよ。みんな爆笑するんじゃないですか、いきなり。どうかな。皆さんメンバーたちの反応を見たらわかるんじゃないですか。もうめっちゃ可愛いんですよ、ここが。でも、この表情、ちょっと照れてる表情。これがめちゃ可愛いんですよ。まずカズアさんがバンジージャンプのことをバンジーセーフに書いたんですよ。じゃあここで皆さんからしたらなんでセーフになるのってなるんじゃないですか。だからセーフのことを韓国語にしたらジョンブですよ。ジョンブ覚えてください。ジョンブ。そして皆さんジャンプのことを韓国語にしたらジョンプなんですよ。ジョンプ。だからジョンブ、ジョンプ、ジョンブ、ジョンプ、ジョンブ、ジョンプ。皆さんからしたらちょっと似てるってなるんじゃないですか、日本の方からしたら。だからカズアさんってまだ韓国語の勉強を始めたその時間が長くないですので、だからカズアさんって今は覚えてる単語はもう完璧に書けるんですけど、それ以外の初めて聞いた単語は自分にはこう聞こえるってなったらそのまま自信持って書くんですよね。だからジャンプのことはセーフになったんですよ。だからバンジーセーフっていうもうありえない単語になったんですよね。だからみんな爆笑したんですよ。今チェワンさんもまだ気づいてないですけど、見てくださいもう死ぬみたいな感じで。だからこれが可愛いのも可愛いですし、この表情見てください皆さん。カズアさん笑わないでって感じで、なんで笑うみたいな、この反応がまず面白いですし、自信持ってこうやってやってるのも可愛いですよね。そしてここで桜さんも爆笑してるんじゃないですか。桜さんもこうやって笑う理由って、カズアさんのような時期があったからこそ、それがすごく可愛く見えるから、だからこそ今のカズアさんがすごく可愛いし面白いってことですよね。もうこれめっちゃ可愛かったんで、これがめっちゃバズったんですよね。今私がやってる説明が皆さんにどれぐらい伝わるかわからないですけど、韓国の人からしたらこれがもう本当にたまらなく可愛いって感じですよね。だからメンバーたちと同じ反応ですよ。もう面白いし可愛いみたいな。もう倒れてるんじゃないですか。さくらさんももう面白すぎる。それで、合ってるやってるよって感じで、チワさんが言ってくれますよね。だから、こういう環境にいるからこそ、カズアさんの韓国語ってすぐ上手になれるんですよね。そして、2番のプランは、散歩でしたね。散歩って韓国語にしたら、サンチェックなんですよ。サンチェック。でも、カズアさんは、サンジャクっていう感じで、もう全然間違えた単語を書きましたね。待って。それも当てるみたいな感じでみんな。そして、その反応を見たカズアさんは当てるでしょうみたいな感じで、また自信持って。チェワさんがすぐこう言ってくれましたね。サンジャックだと言うならサンジャックなんです、みたいな。そして3番のプランはチムジェバンでしたね。チムジェバンって韓国式のなんかサウナみたいな感じなんですけど、これもちょっとなんか、これもほぼ完璧でしたけど、この最初のこの文字が若干変わって、でも若干変わるだけで、でも日本語でも多分一文字だけ若干変わるだけですごく面白い意味になったりとかするのはあると思いますけど、そういう感じでこれも若干変わりましたけど、めっちゃちょっと面白いみたいな感じになって、もうユンジェンさんも爆笑して、合ってるよねみたいな。だからこの反応もまた可愛いですよね。カズアさんってずっとなんか落ち込まないで、ずっとなんか自信持って韓国語でなんか頑張ろうとしてるからこそ、やっぱり韓国の人からしたらすごく応援したくなるし愛おしいって感じですよね。
そして4番のプランは山登り、山登りは등산、そしてピクニックはピクニックですよ。同じく、これここで山登り、등산っていうのはもう正しく書きましたね。등산。でもピクニックっていうところは皆さんピクニックって聞いたらもう3文字じゃないですか。でも皆さんから聞いても普通にピクニックってなるじゃないですか。でもカズさんってもう2文字になってますよね。でもこれがこうなった理由がピンニックって書いたんですよ。ピンニック2文字。でもこのピンニックってやっぱりカズさんって私が聞いたのは海外の生活が長いんですよね。だからこそこういう外来語に対してちょっと英語にめちゃくちゃ近い発音を書いたりするんですよ。だからピクニックって英語にしたら、英語の発音にしたらピクニックになるんじゃないですか。だからそのままピンニックって書いたんですよね。だからこういう特徴があるんですよ。それもなんかまた可愛いって感じですよね、うんちさんは。オンニなのにも可愛すぎるって感じですよ。でもそれもなんかピンニングもいいねみたいな。はい、そのなんかこうやって私が自分なりには頑張って皆さんにこれをちょっと伝えようと頑張りましたけど、皆さんに伝わったかどうかわからないですよね。ちょっと自信はないですけど、とにかくこういう理由でカズヤさんって韓国ですごく人気があると思いますし、もっとなんか愛おしいって感じるかもしれないですよね。日本の皆さんからしてももちろん同じ感情を持ってるとは思いますけど、韓国の人からしたらやっぱり外国の人がこうやって韓国を頑張って喋ってくれるからこそもっと可愛いのあるんじゃないですか。K-POP アイドルが日本語で喋ったらもっと可愛いように、そんな感じだと思いますし、カズヤさんってやっぱり海外のそういう生活っていうかそういうのが長いからこそこういう特徴もあるんですみたいな、ピクニックみたいな感じで、こういうのを皆さんにお伝えした方です。はい、皆さん、はい、皆さん、こういう感じでこれからも皆さんにもうちょっとこういう細かいところ、字幕では 100% 伝わらないところを私がちょっと見つけて皆さんにお伝えする感じで、こういう動画もたくさん作ろうと思ってますので、ぜひ皆さんがチャンネル登録してまた遊びに来てくださったら、私がもっと頑張って、はい、そういう動画作りたいと思います。ってことでしょ。はい、皆さん、久しぶりの Vlog です。コインカラオケで隣室でビッグバンの歌を歌って嬉しくて、撮ってみました。チャイコフスキーを狙え下げる街へ待ちねえ待ちねえしもうねえ上半のまばらぼくそちなげおげそどなさらどなたなさら。はい、皆さん、トリちゃまが初めてスニーカーを履いた時、はい、皆さん、ここからは久しぶりにイマートから買ったものを紹介する時間です。これはグラノラですけど、チョコアーモンドが入っててめちゃくちゃ美味しいですので、韓国に来たら皆さんぜひ買ってみてください。美味しいです。今あとトッポッキ、コスパが良すぎてビビるトッポッキです。美味しいです。小口、安定の小口ですね。はい、チョコはもうあれですよね、愛ですね。あ、でもこれなんか紹介したことあるかも。この動画で違うか。これなんか使ったことはこの、どうやろう覚えてない。はい、皆さん。マクワウリ。マクワウリ好きですか皆さん。食べたことあるんですか。あ、でもこれ紹介したことあるかも。これはスンドゥブのスンドゥブです。これ使ったことあるかもな。皆さん、もし使ってたら私が忘れてて、これ削除してなかったですよね。使った動画削除するのに。これはリンゴです。リンゴリンゴリンリンゴリンゴリンゴ。そして韓国人はキムチ DNA なので、チョンガキムチ美味しいですね。あ、これ紹介したことあるんだ絶対ですよね。皆さんどうやろう。皆さんありますか。ありましたらすみません。なんかこれ使ってたかどうかわからなかったですけど、使ってたんですよねきっと。はい、すみません多分。はい、ってことで